大阪の街の成り立ちが知りたい。多くの大阪市民が納得するような街づくりの論拠が作りたい。 UCO の大阪の歴史への興味は夕霧太夫と街づくりや環状線の成り立ち調査などに展開していこうとしています。そんなアンテナを伸ばしていたところ、 UCO メンバーから大阪を含めた様々な古地図を探求している作家である本土明先生をご紹介いただきました。古地図に関連する著作が20冊近くもある本土先生は、2021年5月に古地図でたどる大阪24区の履歴書を上司されており、大阪の歴史を古地図から知り尽くされている方です。同書は大阪市よりも古い大阪市の区の150年の歩みという本の帯からもわかるように、 UCO が求めている知恵と知識がここにあると確信しています。そんな本土先生から、誰でも気軽に参加できる古地図サロンを月1回大阪ガスビル1階のカフェフーフーで開催していますよとご連絡いただき、見学参加してきました。この日は朝刊図サロンとなっていて、本土コレクションとも言うべき今まで見たこともないような朝刊図を12点ほど、本土先生の解説も交えて拝見させていただきました。朝刊図は昭和時代のもので、戦後の復興や観光都市大阪をイメージさせる大変貴重なものでしたが、博物館とは異なり実際に手に取ってみることができるサロンでした。また予約なしに誰でも参加できるオープンカフェなので、コーヒー一杯で気軽に立ち寄れるサロンでした。ここのねキャッチフレーズは、日本一気軽にこちらと遊べる、場所ということなんです。そのはず、博物館とか図書館とか申請をして見るとかね、ケースの中に入っていって触れないとか、そういうのではなくって、もう間近に古地図を見て、それを見てああだこうだと、バイバイ言える、そういう場所ってないんですよね。でそれは見て喋って、で感想が自由に言えるという場所を、ね、自分がまた見ようことが、やっぱり自分にとってもいいことかなと、そう思ってね始めたわけですよね。だから本を読んでその感想を聞くとか、なんかイベントで講座やってその感想を聞くとか、全然違う、やっぱ生の反応で、ここは入場料も何もないですから、で特に私で来た方の名簿も作らないし、案内も何も出さないし、何かたまたま新聞とか冊子に案内が載った時に、それを見た人は自分の意思で見たいから、興味があるから来てるということで、別に何かない人は何も呼びかけたり来てくださいとお願いしたわけでもなく、で来られた方も別に特に名前聞かないしね、連絡先も聞かないし、次の案内もその場では言いますけど、特にメールとか何もしないので、皆さん本当に自分の自由意志で来て楽しんで、それで帰っていけると。だから、ある意味なんか生の声、本音が聞ける、それが大きいかなと思いますね。まあ、そういう場所としてこのサロンが続いてくれたらいいなと思っております。この古地図サロンは毎月第4金曜日15時から18時に開催していますが、7月は16日となっていますのでご注意ください。現在 UCO では大阪区史150年の歩みについて本土先生にインタビューを予定しています。この朝刊図で見られるような深さや視点での同書の解説により、新たなそして大きな発見があるというふうに考えています。インタビュー記事のアップは7月末を予定していますので、それまでにぜひお手元に古地図でたどる大阪24区の履歴書をお買い求めいただけるとさらに楽しめると考えています。では。